1年目っていうのはもうとりあえず友達を作るということに悩んでたんですね。もう英語も喋れないし、何を話してもいいのかもわかんないし、どういう子なのかっていうのをよく見るようになってしまって、いや逆にそういうところで悩み始めてるのかなって、そう自分の中で今感じています。Hello everyone! 留学パパです。はい、中高生の皆さんにとって友達って本当に大事ですよね。友達がいるかいないかもそうですし、どんな友達がいるかっていうのは、学校生活というより皆さんの生きている今の幸福度に大きく影響するポイントですよね。それが日本じゃなくて海外での話ってなると不安じゃない人ってほとんどいないんじゃないかなと思います。すでに過去の動画で何度となく友達作りについてお話してきましたけれども、今回はカナダに高校留学中の娘のエリンから別の意味で悩みが深くなった友達関係のことについて動画メッセージをもらいましたのでシェアしたいと思います。まずはエリンからの動画をご覧ください。はい、皆さんこんにちは、娘のエリンです。今日ですね、高校2年目になってもまだ悩んでいる友達関係についてお話をしたいなと思います。ちょっと簡単に説明すると、1年目っていうのはもうとりあえず友達を作るということに悩んでたんですね。もう英語も喋れないし、何を話してもいいのかもわかんないし、なんか友達をとりあえず作らないともう孤独感に襲われて死にそうになってたので、高校留学2年目はですね、その友達がどういう性格をしているかとか、どういうキャラクター、まあ同じですね、性格もキャラクターも、どういう子なのかっていうのをよく見るようになってしまって、いや逆にそういうところで悩み始めてるのかなって、そう自分の中で今感じています。その子が、与えてくれている、まあ私が受けている影響だったり、私が、その子に対して、与えている影響っていうのを最近よく考えます。いろんな意味で、いい意味だったり悪い意味ってあるんですけど、まあ、例えばこう頭のいい子がやっぱり私の周りにいるんですね。私はできて英語もできるし、留学生の中でも、でまあカナダの子でもいるんですけど、そういう子たちと話してる時にやっぱり自分のモチベーション、勉強に対することだったり、この自分のやる気っていうのをすごい上げてくれるんですね。私も頑張らないと、この子頑張ってるの私も頑張らないとっていう感じで上げてくれるんですね。でもやっぱり自分の中で、自分ってこんなこともできないんだとか、自分ってまだまだこの子全然できてないじゃんみたいな感じで、時々自分のモチベーションというかやる気って、なんで自己肯定感みたいなやつが下がってしまうんですね。他の例で言うと、こう自分と一緒に仕事というか宿題とかしてても、このあんまりやる気がなくてあんまりやらない子と一緒にいるときは、やっぱり流されてしまうときって私の性格上結構あるんですね。なので、でもその子の性格が悪いわけじゃないし、一緒にいたいなって思うんですけど、なんか考えなかったらもう楽なんだと思うんですけど、やっぱり自分の周りにいる人の影響ってすごいなっていうのを、考えてしまって、時々今自分というものがなんかわからなくなるんですね。その子の性格がいい悪いみたいな、その子自身の問題じゃなくて、私はこうブレて、自分の軸がブレてしまったりするので、まあ、コロナの時期ですごく友達を作るということは難しい時期ではあるんですけど、今いる友達の中でそういう自分のコントロールをするのがなんか最近難しいなと感じます。はい、留学生活にも慣れてくると、それなりに友達も増えて楽しい時間を過ごせるようになります。一方で、親しくなればなるほど、お互いの性格や考え方、趣味思考が理解できるようになるので、自分にとってこの人はどんな人なのかとか、反対に友達を通して自分自身のことが見えてくるっていう場合もありますよね。エリンも話してたように、何も考えなければそれなりに楽しい時間は過ごせるのは間違いありません。でも、日本にいても海外にいても、同じ人間同士の関わりっていうのは避けては通れません。ちょっとしたことが気になることもあれば、人の言葉や行動に流されてしまうっていうこともありますよね。じゃあ何が大事かっていうと、やっぱり自分の軸を持つということです。好きなものは好き、嫌いなものは嫌い、いいものはいい、ダメなものはダメという考え方や価値観を持つこと。そしてこれが一番大切な部分なんですけども、他人と比べないっていうことです。エリンも友達と自分を比べてましたよね。自分は自分の目標や理想に向かって努力すればいいんであって、友達と比べることに意味はありません。
日本と違って周りと比べなくてもいいっていうのが高校留学のメリットなはずです。そういう意味ではまだまだエリンも修行が必要みたいですよね。この動画がいいなって思った人はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。そして LINE アットに登録していただくと皆さんからの個別のご質問やご相談に留学パパが直接無料でお答えしています。メッセージをいただくときにはできる限り質問だけじゃなくて皆さんの今の状況が僕にわかるように送っていただけると、僕の方でもより具体的なアドバイスができるかと思います。ぜひご協力ください。それでは次回も楽しみにしててくださいね。 See you next time!